なんか白バーからメール来た。やっほ、シロちゃんや、家族ちゃん、迷ってしもた。駐車場におるから来てや。なんや、近くに色っぽい兄ちゃんたちが行さん映ってる看板があるわ。待っとるで。色っぽい兄ちゃん。ホストの看板が見える駐車場ってことが。はい。まあちょっと白、白バー、行くかしゃあないな。なんか、ここか、近いヤンキー意外と。行くわ。行くわ、待っとけ、ばあさん。そんなことやったらバイナイー。あ、ばあさんおった。ちょお、カズちゃん、待っとったで。ほんま、この町は分かりづろうて、しゃあないわ。相変わらず、あの男どもも追っかけて苦しいの。お、あんた、また襲われそうになってんのか。せやねん、わしが大盤叩いて、豪遊しようとしとるっちゅうにしつこい連中や。ばあさん、一体何がしたいんだ。遊びに決まっとるやかな。まずホストクラブやろ。それから劇場でやってるシンさんの舞台公演見てやな。あ、それからあれや、カムラ町ならではのスナック、これは外されへんで。東京で合流するんがわしの長年の夢やったんや。そうか。お、ん、おいおい、また変なのが来たぞ。来た。哎，请问。あの、ちょっとよろしいですか？もしよろしければ、そのおばあさん、お譲りいただけないでしょうか？わしゃもうのやらへんで。なんでもええですわ。早くせんと私が怒られるんですわ。ムカつくガキや。わしはお前らに言わないんじゃ。それなら、この男を殺したらおとなしく来てくれますか？お断りや。それにお前らじゃあカズちゃんには勝てへんな。カズちゃん、おいおい、妙な挑発をするな。仕方ない、上からの命令です。堪忍してください。物腰柔らかや、こいつらは。さやまも来いよ。よいしょ。あまり効かないね、さすがに。シロバー2回目。痛い。シロバートの技はないのかな。なさそう。なんで私。痛い。強いね。ダメやったやないか。修行が足りん証拠や。それからな、言論にも小賢しいことするんやない言うとけ。失礼します。なんて、シェンロン。あ、どうも。ねえ、知り合いなの。おい、なあばあさん、一つ聞いていいか。ん、なんや。あんたは何者なんだ。あれは中国マフィアだ。連中に狙われるようなことでもしたのか。別にしとらんで。わしはな、関西じゃちょっと名の知れた武術教室やっとるもんなに。で、さっきのでかいのとかはわしの教室の門下生や。その前のはようわからんが、二番弟子のイエンロンがよこした頃付きやろ。もしかしてあんたマフィアの人間なのか。はっ、もうこんな時間や、わし行かなあかん。おい、質問に答えろ。大体どこに行くつもりだ。カムロ町で一番有名なホストクラブや。確かスターダストを言うだけな。そこのユウヤ様がめちゃええ男らしいやんか。せやから死ぬ前に一目一目拝んだろう思ってな。予約してもだからもう行くで。ほな、おい、ユウヤに会いに行くんかい。まったく食えねえばあさんだな。で、またあれか、待っとくんか。よし、最後行くぞ。ここか。なんかすごいね。ここなの？ぐちゃぐちゃになってる。なんかもう鉄骨とか見えちゃって。
か床もボロボロだし、1年前の事件が原因なんだろうか。すっかり廃れて、あれ、ここあれか、最終決戦のとこか。ねえ、早く探しに行きましょうよ。ええ、ここは危険だ。俺が先に行く、後からついてこい。ええ、分かったわ。え、どこだっけここ。え、違う、え、待ってごめんね、もうごめんね、本当に忘れちゃってさ。収納品ボックスあるわ。そんな、この辺ちょっと置いとこ。いろいろ持ってますな。トンファーとかも使えるようになったから、ちょっと持っていっとこうかな。ジャンプスタンドってなんだよ。呪いのトンファー怖いわ。よし、おおよそ武器ではないものが何個か混じってるけど、え、そうだよな、多分なんかここのアングル見たことあるぞ。真島さんがさ突っ込んできたとこじゃないのこれ。そうそう、あ、分かった、陶芸家ってあれだ、なんかあの、なんていうの、あのちょっとあんま言いづらいけど、なんかソープじゃなかったっけな。え、違うかったっけ、分かんないやなんか出てる、びっくりした。え、違うかったかな、記憶が。うわー、びっくりした。びっくりするやろな。わ、すごい、こんなん出るんだ。お風呂あるね、通りづらいわ。いらん、あれ、ゆっくり歩いて、カメラアングルがいるよね。大悟、大悟を迎えに来ました。大悟迎えに来たものです。よいしょよいしょよいしょ。あー、私の苦手な人いる。苦手なんですよ、あなた方。こいつはまだいいな、丸っこいの。でも痛え、当たるのかよ。危ない危ない。ダブルスエイがあるからまだ生きてる。お邪魔します。危ない、消えた。なんかいる。バルか、ショットガンかと思ったの。バルか。キルさん何持ってんの、もう。さ、おかしいでしょ。あげる。なんかないかな。長い方がいいんじゃない。シャンデリアとかあるやん。シャンデリアとか使えないか、さすがに。あ、なんか。よいしょ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 。あ、思った。どうもー、あげる。おタフネスか。強いやついる。難しいな、極みがな。
あ、あぶね、あいつ、ね、あいつやっぱ安全地帯から、止まってよ、ほら、あれ死なへんのかい、これはちょっと邪魔すんなって、おりゃ痛いて、痛い、まあ、こにゃろ、ちょっとでかいから、ね、調子乗りやがってこにゃろ、当てて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 、絶対痛いわ、もう骨ボキンやられるだけでも絶対痛いのに、その上硬いもので殴られるという、なんか出てきたぞ今、なんかちょっとぬるっと出てきたぞ、もういっぱい出てきた、ワールの汎用性が高くて嬉しい心強いよバール、あいつほっといていいか一生ナイフ投げてな、あ、タカネスベッド、これか、痛いよ、なんか使い方違うけど、あ、違うキリさん、そっちじゃない、元ポールを、心強いよね、ポールってね、やっぱりホラーゲームで武器になるだけあるわ、よし、うわ、いいの手に入れた、これは後で使うとして、あ、バットもいいね、バットはさすがに一撃か、ちょっと他の刀もらっていこう、ちょっとお借りします、なんか長い武器いっぱいあるな、もういいってば、え、でで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 、バカじゃないの、ほらほんと危ない、マシンガン落とせよ、そう、なんかマシンガンなのかミニガンなのかちょっとわかんないけどさ、ちょっと回復しとこうかな、半分になってるし、ちょっとアフネシ、ほっほすいません。あ、なんか出てくるな、これ。お前ら、こっちだ。めっちゃ来た。めっちゃ入ってきた。なんか。一回ブーム回しとこうね。さすがにあんだけいっぱいナイフが一斉にみんな投げてきた。軒並み。これ拾いたい、ねえ、それ拾いたいだけなの、ごめんなさい、これ拾いたいな、欲しいかっこええ、あ、こいつはいけないんだね、あ、嘘嘘、当たらないの今の当たった、危ないって、刃物かよお前は、そして、いや、いらんね、長いの持っていこうぜ、長いのって言ったでしょ、
様になりすぎてんだよ。バカな一つ覚えみたいに痛い痛い。落ち込みやキリュー、名指し、名指しですよキリュウさん。では答えなければ。またバール、バール以外落ちてないのってぐらいバール。あと一発なんだって、待ってなさいよ。で、これ入った。三角が押せない。そう、それもらいたいのに。いや、カウンター技難しいな。ラグがあるからさ。そう、かっこいいのにな。めっちゃかっこいいのにな。お前らそろそろやめとけや。多分もう言ったのに。人のナイフで。何？え？なんか今なんかいたよね。え、どうして？あー、なんか最後っぽい。タフネスもっぺん決めとくか。おっほー。なんかいる。誰だ、なんかちゃんとベッドに寝かせてくれてるの優しいな。お姫様か、お前。その男を返してもらう。直参合流会組。まあ、ちょっと一回やっとこうか。これあんま強くないんだな。銃はなしだよ。勝手に出ちゃった。お前もみあげの色と髪の色違うんだけど、もみあげも染めろや。いや、これなんかちょっとカオス、ちょっとなんか笑っちゃう。いつもかっこいいけど、これあれかな、サヤマが掴んでる時に極みとか出るのかな。やってる場合じゃねえ。ちょっとちょっとちょっと、薫一回、薫名前で呼んじゃった。ちょ掴んでよ一回。あ、出るわ。あ、出るけどこれか。なんだ、なんかもっと強いの出るんかと思った。大丈夫か、久しぶり大悟。ゆっくり剥がしてあげて。悪い、傷も治ってるんだね。ゴダ会長は別の場所に連れてかれちまった。すまね。いや、こっちも遅くなって悪かったな。本当だよ、ごめんね。大丈夫か。大丈夫じゃねえ、死にそうだ。何、なんで。どうした、どっか怪我でもしたのか。そうじゃねえ、腹が減って死にそうなんだよ。飯食わせてもらってねえのかよ。それなら体の方は問題なさそうだな。本当だよ。ご飯食べに行こうぜ。お、真面目に賞解放された。これ最後にやるからね。うん、最後にやろうね。変なとこで区切ってるから、変なところで賞またぐな。でもまだちょっと時間あるから行くね。どっかでこうサブクエストでつなげることになる。オウミ大進行。うわ、オウミ来る、もしかして関東に。
のセレナだね。一人一人の動き、銃の撃ち方、やつら普通の組織じゃねえ。まるで軍隊のようだった。軍隊か。大丈夫か。びっくりした。もう柏木さん、体は問題ないのか。すみません、合田会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな、お前が無事で何よりだ。本当だよ、お前会長にならなきゃいけないんだから。それでお前と合田会長を拉致した奴らはどこのドイツなんだ。詳しいことはわからない。だが自分たちのことをジンゴン派と呼んでた。本当にジンゴン派と言ってたのか。柏木さん、ご存知なんですか。ああ。だがジンゴン派は壊滅したはずなんだが。さっき府警に連絡してジンゴン派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。ジンゴン派は世間では全く知られてない組織だからな。けどそれだけの組織だったら警察の記録には残っているはずよ。警察はジンゴン派の存在を抹消したんだ。どうして。あれは20年以上前のことだ。当時のカムロ町は堂島組以外に海外の勢力がひしめいていた。島のいるじゃん。その中でも最大の組織が韓国のジンゴン派という組織だった。東上界で中堅だった堂島組が大きくなるにはそういった組織を制圧するしかなかったんだ。で堂島か。でやるんでか、おやさん。ああ、皆殺しだ。皆殺し。どうした、何か問題でもあるのか。いや、なんや風間、行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ親父。戦争以外の選択はないんでしょうか。何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩吹っかけてきたんは向こうやろが。やられたらやり返す、それが極道や。なあ風間、お前の言うことが分からんでもない。皆さん。まあ待て。だがな、あのジンゴン派ってやつらは別だ。やつらのやり方は尋常じゃない。このままだと堂島組が壊滅ってことにもなりかねない。ですが叩くなら今しかない。下手な情を挟めばそれが禍根を残す。だからやるしかねえんだ。わかるな。はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか。当たり前や。うちとこの組員が何人やられた思てんねん。わしはあいつらの息の根止めな気がすまんねや。奴らのアジトはディスコホールの裏のビルにある。チャンスは今夜だけだ。ああ、これオープニングの任せといてください。風間さんのあのシーンにつながるんだ。はい。風間の親父さんは最後まで迷っていた。だが白いものでも親が黒と言えば黒になるのがこの世界だ。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共にジンゴン派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。結果堂島組はカムロ町を手中に収め東上界での勢力を伸ばした。その後島野のおじきは独立して島の組を直系に昇格させた。その時の構想で堂島組一派は組織を大きくしたってわけか。堂島組だけじゃない、東上界もその勢いに乗じて関東一円に組織を拡大させていった。
でも今の話じゃ神言派は壊滅したことになるんじゃないのか。その通りだ。神言派は壊滅したはずだ。だがもしかしたら生き残りが存在していたってことになるのか。生き残り？じゃあその生き残りが合流会とつながってるってことになるな。ああ。でもそれだけ大きな事件なのにどうして警察は動かなかったの？当時警察は神言派の実態をつかみかねていた。だから堂島組に奴らの壊滅を任せる形を取ったんだ。あ、つまり見て見ぬふりをしたってことなのね。まあそうだろうが。そうだね。本当のところは当時の担当刑事でもなきゃ分からんだろう。担当刑事？誰なの？河原さんでしょ。名前までは覚えてない。何せ20年以上前の話だ。だって元々ね、そう、不法入国者のなんかやってたんでしょ。しかし偉いことになった。合田会長はさらわれたまま、合流会は神室町を狙っている。それに神言派の影、それに伊達さんをはめたネズミの存在。いや、そばにいたけどな。次は一体誰が何を仕掛けてくるかだ。そんなもんどんな手で来ようがやるしかねえだろう。帰ってきて早々血の気の多いやつだな。柏木と話せ。めっちゃ目の前いるけどね。大吾、大吾、お帰り大吾。合流会に神言派か。何を仕掛けてこようがやるしかねえ。そうだろ。そうだね。さやまも話しとこう。なんだか八方塞がりね。どっからでもいいから手がかりがつかめればいいんだけど。柏木さん、明日東城会本部で5代目の本葬儀がある。あー、寺田のね。弥生の姉さんが葬儀委員会を務めることになってる。そうですか。あの、俺も寺田に最後の挨拶をしないとならないので出席させてください。ああ、ああもちろんだ。俺も少し遅れるが出席するつもりだ。明日本部に着いたらまずこの状況を姉さんに伝えてくれ。はい、わかりました。頼んだぞ。こんなとこまでご足労いただいてありがとうございます。風間さん、次佐山か。風間さんちゃうか。柏木さん、明日忙しそうね。今日も休む？いや、まだ休まない。いや、やることある。オッケー、じゃあこれでちょっとちょっとこう時間の余りをサブクエストに、サブストーリーか、サブストーリーに当てますということなので、目の前のちょっとゆうやが気になるな。あいつは大丈夫か？あいつ大丈夫か？こっからはちょっとね、かっこいい桐生さんちょっといなくなっちゃうかもしれないけど、ちゃんとついていくね。温度差に。桐生さん。桐生さん。お、ゆうやか。元気でやってるか？はい。ええ、和樹さんのいないこんな時だからこそ頑張らないと。あ、そうだ、ちょっと飲んでいきませんか？たまには気晴らしも必要ですよ。 OK、 じゃあ少し飲んでいく。ああ、そうだな、少し飲んでいくか。ありがとうございます。では中へ。かっこいいのつけて。かっこいいの。ずいぶん、ちょっと待って、目の前にいるやつすごいな。なんか金髪で赤シャツで白ってか、逆、待って、キリュウさんと被ってんだけど。はい。ええ、店のこと和樹さんから任されてますからね。やる気も出てくるってもんですよ。そうか、それは頑張らないとな。俺も昔はバカなことばかりやってましたけど、和樹さんのおかげで今じゃ店長っす。ほんと和樹さんには頭が上がらないっすよ。いやいや、和樹さんのためだけじゃないっすよね。ほんとは彼女のためなんじゃないっすか。えっ、バカらしい、余計なこと言うのっての。みゆさんでしたっけ？いい子っすよね。あんな子のためなら俺めっちゃ仕事頑張るな。ああ、まあ元気はもらってるよ。ヒューヒュー、キュンですってやってた。この野郎、少しは店長に対する敬意ってやつを。いいじゃねえか、出れることはね。参ったな、キリュウさんまで。ゆうやはリア充だった。なんか来た、クソだせーの来たぞ。おい、ゆうやはどこだ。
何何何何を出しやがれ。何こと。ブラックさん。なんだよそいつら。おかしじゃん。お前ら何しに来やがった。青い稲妻じゃん。何しにか。お医者さん稲妻級か。元ヘッド。え？工事。何何お前こんなクソダサい。ヘッドだったあんたなら。何しに来たか分かるはずだぜ。何こんなクソダサいとこ入ってたの。岡野はどこだ。知らねえ。嘘つくんじゃねえよ。あんたが示した次期ヘッドだ。知らねえはずがねえ。知らねえもんは知らねえんだよ。そうか。だったら500万きっちり払ってもらうぜ。なんで俺がそんな大金払うんだ。ずいぶん儲けてんだろ。レジの中にあるんじゃねえのか。いやレジの金はユウヤの金じゃねえ。俺の金じゃねえ。店の金だ。本当そうだよ。おい、なめたこと言ってんだよ。チームばっくれたやつは500万あんたが決めた掟じゃねえか。あんたが指名したヘッドがばっくれたんだ。責任取れっつってんだよ。後でもう一度。また来んのかよ。それまでに金買おうかの。どっちかを用意しておけよ。ちょっと変な噂立っちゃうじゃん。元族みたいな。待って、あの背中のやつめっちゃ読みたかった。なんて書いてた。ゆうや、やつらは。キリュウさん、これは俺の問題です。俺がちゃんと きちんとけじめつけますから。すいません、お騒がせしました。俺ちょっとお客様に詫びを入れてくるんで、今日のところはこれで失礼させてもらいます。ブラックさんだ。ねえ、おいしさ稲妻級明楽さんだっけ、有楽さんか。この前食べたわ。なんかあの、何食べたっけな、なんかバター味のやつ食べたよ。あ、キリュウさん。お、お、ミユカ久しぶり。誰だ。去年ヤクザの人から。え、わからん。ごめん。誰だ。ありがとう。え、ユウヤの彼女って出てきたっけ1年前。全然覚えてないわ。いや。あー、いえいえ。ところで中にユウヤいましたか。ああ。あー、中にいるんだが、少しトラブルがあってな。今は忙しいだろう。え？トラブル？ブラックサンダーのコージってやつが店に来て、ユウヤに因縁つけて帰っていったところだ。そう、ユウヤのとこにコージが。岡野という男を連れてこいと言っていた。ミユ、何か知っているのか。ブラックサンダーはね、ユウヤと岡野が作ったの。コージが入ってきたのはその後。毎日みんなでバカみたいなことばっかやって、本当楽しかったってユウヤはいつも言ってたな。その岡野ってやつはどこにいるんだ。それはゆうやがやっと店長になれたってのに、こんなところでケチをつけたくねえんだ。チャンピオン街にあるアテンシって店があるんだけど、そこでママやってるアコって子なら岡野の居場所を知ってるかも。そうか、ありがとう。ママが、ママが知ってんの岡野のこと。アコに会え。今さらマブダチだぜ。マブではねえか。マブではね。顔なじみではあったけど。なんならほら、ねえ、真島建設でお世話になってるしね。お？あ、メール来た。やっほ、シロちゃんや。わしな、今劇場の近くにおるね。スターダスト探しとるんやけど、全然見つからへんのや。スターダスト、私がさっき言ったところは。ちょっと待って待って待って、シロばあさん、ちょっと待って。先にあのユウヤの問題解決してあげるわ。アテンシのアコってママのことだよな。あら、どうしたの急に。改まっちゃって。そうよ、私がアコ。さあご注文は。いや飲みに来たわけじゃないんだ。ミユから話を聞いて今日来た。ミユちゃんから。何の話。ママがブラックサンダーにいた岡野ってやつの居場所を知ってるって話だ。知ってるんだな。いや知らない。私は何も知らないわ。ブラックサンダーのコージがユウヤの店に来た。
岡野を出さないなら代わりに500万払えと脅されている。ブラックサンダーがユーヤのところに。頼む、岡野の居場所を教えてくれ。クソ、孤児の野郎、どうして放っておいてくれないの。やっぱり知ってるんだろ、岡野はどこにいるんだろう。目の前にいるわ。何？え？ママ？ママ。でもしょうがないじゃない。本当の自分に気づいちゃったんだから。もう私だってね、バックレたくてバックレたんじゃないわよ。でもこの道を選ぶために族を抜けるなんて、どう工事に説明したらいいのよ。お前の生き方をとやかく言うつもりはない。だがな、昔の仲間を見捨てるつもりか。分かってる、分かってるわよ。でも、うっそ、ママ族だったの。なに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 、誰から。ああ、キリュウだ。あ、キリュウさん、つながってよかった。大変なんです、さっきの連中がまた店に。何？なんだと、スターダストにブラックサンダーが。今ユーヤさんが食い止めてて。なんでそこで切る。くそ、ママ、ママが来ないと500万払わされる。まあまあ、ぶっ飛ばせばいいんだけどさ。最悪ぶっ飛ばせばいいんだけどさ。でもなんかユーヤが決めた掟らしいから、それをこうなんかね、こうなんか自分で決めたことのつけは。待って、こいつ多分キリュウさん。あ、ん、そうだよね、地上げ屋のやつだよね、こうマジマ警察入るよね。こうやってね、いるんですよ、カウチ流っていうところのなんか、あの宗派の人たちで、結構、結構てか2、3個か1、2個技を教えてもらったんですけど。待って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 、どっかどっか。もうやだ、もうやだ、カムロ町の地理を早く覚えたい。よいしょ。嘘じゃん、どうやって入ったのよ。いや、あの、待って待って待って、あの扉からどうやって入ったんだよ。ダッサ、喧嘩上等ユイが独占。特攻、もう我慢できねえ。ああ、やりよるし。なんで特攻は一人で何ができる。元ヘッドだからって容赦しねえぞ。上等だ、かかってきやがれ。こら、おい、ユヤ、喧嘩すんな。おいひぞ、キリュウさん。この店は清掃がなっちゃいねえな。ほんとだよ、掃除するなら手伝うぜ、ゴミ掃除をな。キリュウさん、ふざけやがって、まとめてやっちまえ。ちょ、めっちゃ見たいんだけど、それちょっとその一丁ら見せてくんない。めっちゃめっちゃ読んじゃう、顔にか、なんか全然目線いかない、全部文字に行く、目に目が。名前がもらう、ジュリー、ゲンボー、アッシュとか言ってちゃった。大丈夫か、ゲンボーって犬みたいな名前。ごめんね、やってるとやってるやってる、ルイヤ強いぞ。コージ後ろ行きだよ、終わっちゃった。ルイヤ強いよ、おー強い強い、ユイヤめっちゃ強い、さすが族長。いや、族長な。
な。危ねえ、来るんじゃねえ。ゆうや、これを着て。めっちゃかっこいいんだけど、声。こいつだっせえ。ゆうやが私にくれたブラックサンダー初代ヘッドの特攻服だよ。かっこ悪い。あの店長の声はめっちゃかっこいいんだけど。初代総長、また戦うのかよ。待って、読みたいんだけどねえ。もう笑っちゃっても戦おうという気にならないわ。ちょ、めっちゃ見たいそれね。後で見してね、後で見してよ。後で見してね、それ後で見してよ、絶対だからね。強い、ユウヤが強い。待って、史上最強天下無敵初代、あ、ブラックサンダーかな、闇雷で。ダサい。初代総長、竜のごとく、なんか青木なんとかって書いてるな、下に。あ、諸行無常なんとかの世の掟、捧げてみせる我が命、竜のごとく闇夜に舞い、青き雷鳴とどろかせ。もうやだ、最高の女でしょ。なんかポケットいっぱいついてる。キリュウさん、キルさん、ありがとうございました。ご迷惑かけて本当にすいません。いいさ、勝手に世話を焼いただけだ。ユウヤ、はい、いい仲間を持ったな、大事にしろよ。はいはい、じゃあな、また来るぜ。ん、どうした岡野、お前まさか。私マジ惚れちゃったわ。ええ、いや、まあ惚れ込んで入ったんでしょ、ブラックサンダーに。そりゃあね。あ、ここにいるわ。もうちょっと下なんだけど、南下がってほしい。おお、カズちゃん待っとったで。ほんまこの街は分かりにくいわ。分かりにくいよね。おかげで予約の時間が過ぎてしもた。ゆうや様が拝めんかったわ。ゆうやは俺の知り合いだ。後で頼んで合わせてやることもできるぜ。なんやって、それをはよ言ってな。カズちゃんいけずやな。でもゆうや様に会えるなんてついてるわ。ただしだ。なんや、俺の質問に答えたらの話だかな。ん、質問なんやそりゃ。俺に何か隠してるだろ。あんたの素性を教えてもらおうか。そんないなことないわ。そうか、ならいい。ゆうやには会えないがな。そんない殺生な。では話してもらおうか。わかったわ、しゃあない、話せばええんやろ。と言いたいところなんやが。あ、来た。なんや、アホ弟子のイエンロンやんか。わしは戻るつもりないで。あ、この人がイエンロンさん。戻んなくてもよろしい。これここで消させてもらいますわ。なんやって、もうあんたはいらん言うとるのですわ。ラウケかな。ラウケ憲法の看板は私が継がせてもらいます。ひよこが大層な口を聞きよって。カーロンも超えとらんくせに。
カーロン、カーロンってなんか聞いたことある。カーロンってなんだっけ、ジャカのなんかどうのこうのだっけ、覚えてない。そう思っているのは老いぼれのあんただけや。私は全てにおいてカーロンさんの上を行ったと思っております。口だけなら何とでも言えるわな。ほなお前さんの腕前見たろやないか、かかってきいや。ええ、そこの男ともども消させてもらいますわ。カズちゃんは関係あらへんやん。ああ、白蓮、この人白蓮さんかな、白蓮とか言ってたけど、その男の正体は知らんのですか。1年前にカーロンさん、あ、いや違う、カーロンは、カーロンジャカの人やったっけ。ああ待って、もう分からんくなってきた。この男と一緒にいる時点であなたも立派な裏切り者や。カズちゃんどうなんや、ほんまに。あ、ほらやっぱラウカーロンだ。あのラウカーロンを倒したんか。ああ、ちょうど1年前だ。俺の大事な人間を連れ去ったのがジャカの総統ラウだった。それに俺は13年前もラウにはめられたことがある。ゼロの時になんかいたような気がする。俺にとっては深い因縁のある男だ。ばあさん、あんたラウカーロンの師匠。おお、そういうことになるか。そうだよね、2番でしたもんね。せや、じゃあとっくに破門にしとる。あの男はあまりに道を外しすぎたんや。白蓮さん、道を外すも何も、我々もジャカの一員やで。壊滅させられる組織にしたのカーロンや。せやからカズちゃんは悪いことないわ。まったくしょうがないお人やな。追い先短いんやから突っ張るなや。やかましは、余計な口聞く暇があんねやったらとっととかかってこいや。結局こうなるのか。あー、そうなんだね、ラウカーロンの。はー、すごい運だな。後ろでチャカチャカしとるから、あんた極みのあれに入ってもうてるんやないか。やる気なかった。どこ行く。持った、いいの持っとんね、お兄ちゃん欲しいなこれ。家の弱っ。待って、私白バーぶっ飛ばしたみたいになってたけど今。あ、ゲージが溜まってないんや。ちゃんと避けよる。強い。ほらー、え、なにこれ、すごい。おばあちゃん、すごいよ、おばあちゃん。白バーの勢いがすごすぎる。ちょい、うわ、まったく口ほどにもないわ。カーロンの技を超えるのは当分先やな。おい、これでもう二度とばあさんを追わないんだろうな。答えろ。分かった、師匠からは手を引く。カズちゃん心配せんでもええ、わしはまだこんな小アッパにやられたりはせんわ。言えんろんや、悔しかったらもっと鍛錬せえや。くそ、いやー強いわばあさん。私も門下に入れてくれよ。カズちゃんありがとうな。別に構わねえよ、どうせばあさん一人でも倒せてたんだろ。ヒヒヒヒ、まあな。せやけど一人じゃちっと厳しかったかもしれんの。一つ聞いてもいいか。なんや、あんた、俺がラウカーロンの敵だとして近づいたんじゃないのか。ああ、そうや。いくら道を外したとはいえ、弟子は弟子、カーロンのことを憎めんかった。もしもカーロンを倒した男がカーロン以上の芸道をやったら、この手で殺すつもりやった。せやけど、あんたは違った。ほんまもんの男やった。
すまんな、カズちゃんを試すような真似してしもて。まったくだ。だが結構楽しかったぜ。あ、そろそろ帰りの汽車の時間や。大阪に帰らな。ほな、またな。あ、ばあさんも体に気をつけてな。わしを誰やと思ってんねや。心配せんでも100歳までは生きるわ。それからこれカズちゃんにやるわ。あいつらはこれも欲しかったやと思うで。お、奥義書だ。やり使えるようになる。大阪に来たら会いに来てや。ほなな。ありがとう。ただものじゃねえと思ってはいたが、まさかラウカーロの師匠だったとはな。あのばあさんから学べる機会もあるかも、あ、学べることもあるかもしれん。また会う機会があったら話をしてみよう。ってことはあれかな、3とかに出てきたりするのかな。わはは、ラウカーロンって結構なんだね。結構いろんなとこに出てくるんだね。おー、あー、槍が使えるようになるんだ。ちょ、これは取りたいな。